こんばんは、キラー仮面です。今回は1500円で店頭で販売してるドラゴンボールのオリファーを買いました。店員の方に中身何が入ってんのと聞いたら、最新弾が入ってるよと言われました。でも、中身がわからないんで、ひとまず5パックあったんですけど、1パックだけお試しで買いました。店員さんが「ビックリパックっていうのよ、うちのは何が入ってるか分かんないから」って言ってました。開封します。いきます。 CP 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 SR 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 UR、 どこ行った？ UR UR 出てこい。 UR 出てこい。 UR どこに行ってる？出てこい。全然入ってないぞ、UR が。UR！ 出てこい。どこ行った？ UR！ 出てこいよ。もうなくなるぞ。おい。早く出てこないと出てこれなくなっちゃうぞ。UR！ ラストの1枚だ。あ。ラスト。いけ。おい。出てきませんでした。UR 一番出てこないよ。入ってないのよ。これねえだろ、1500円も払って。一枚もないんだぜ。どういうことだよ。まあ、UR は入ってませんでした。結果的にはびっくりです。まあ、枚数が多いからいいかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。